中尊寺境内の北側に立つ赤い鳥居。その奥にあるのが中尊寺鎮守白山神社です。850年に慈覚大師円仁がこの地に白山の神を祀ったとされています。ここに立つ能舞台は1849年に白山神社境内の建物が焼失した後、1853年仙台藩主伊達義国によって再建。近世の能舞台としては高い価値を持ち、2003年国の重要文化財に指定されました。春や秋の藤原祭りなどでは御神事能が披露され、大勢の観客でにぎわいます。現在行われている能舞は、1591年に豊臣秀次と伊達政宗がこの地を訪れて以来続くもので、江戸時代より中尊寺の僧侶により代々世襲で演じられてきました。中尊寺能は古の伝統を今に伝えています。白山神社境内の奥に立つ12の社、江戸ごとの守り神を祀っている十二支一代守護神社です。朱色の小さな社は、江戸の絵と相まって愛嬌を感じさせます。